しもし、みんなこんばんは。オリアンド・ザ・ウィル・オブ・ザ・ウィスプの実況2回目始めてくよ。あ、ふかふかみしさんじゃ、こんばんは。ゲームの音とかうちの声大丈夫？なんかあったら言うてね。今日はね、この前の配信の続きやってくけんね。あ、チャットが動いちょる。あ、よく聞こえますよ。ありがとう。うん。ね、前回はね、弟のくーちゃんがね、どっか行ってしもうたけん、助けに行くんよね、これから。やっほー、あ、ねるちゃんじゃ、やっほー、やっほー。あ、みくにさんもおる、いらっしゃい、こんばんは。問題なくてよかったっちゃ。やっほー。じゃあね、続きからね、遊んでいくけんね。くーちゃん、はよ、見つけよう。お？お？どうじゃ？よく見るタイプのボスよね。こう？ああ。お。うわあ、大きいね。あ、回復戦闘。ほい。ダッシュを使ってね、攻撃戦といけん敵じゃね。ほい。三国さん、虫？ねえ、虫ねえ、大きいねえ。ねるちゃん強そう。ねえ、強そうね。ボスじゃろうね、これ。えっとね。多分これ。あれよね。そうなんよ。この前配信で話したんじゃけどね。石がね、パカパカ落ちてくるところあったじゃん。あそこね、ちょっとね、裏でこっそり進めてね。アイテム取ったんよ。これこれ、クイックショット。ね、ちょっとでも、今のボス戦じゃちょっと使えそうにないね。これかね。粘着、いらんね。飛行中の敵にボーナス、いるかね。ちょっとこれ入れてみようね。うわ、へいへいへい。技はなくなってしもうたけど、なんとか行きたいね。顔をするとダメそうな子じゃね。えい、えい、ああ、えい、走る。ああ、うん、うん、
走り。いや、ごめんね。よいしょ。モキちゃんがね、なんか下ろしてくれたけんね、先行けそうじゃねえ。これはあれかね。痛い。挑戦的じゃね。よいしょ。なかなか敵の攻撃が激しいね。おお。おしゃべりしちょる。火を与えてくれんね。みんなね、4月になったね。うちの周りもね、桜がいっぱい咲いちょってめっちゃ綺麗よ。お、吸収。打撃、新しい能力。ランタンや発射物、敵の近くでヒルを長押しし、飛びたい方向に狙いを定めます。飛んできたものを跳ね返せます。ほい。ランタンってこれのことなんじゃね。ランタンの近く、方向を選んで長押し。おお。なかなか難しいよね、これ。三国さん、4月になりましたね。僕は4月からの楽しみであるゴジラシンギュラポイントを見てます。うちも見ちょるよ。あれすごい面白いね。続きが気になるよね。あ、これあれじゃあ粘着がいるよね。外してつけちゃおう。ねえ、シンギュラポイントすごいね、あれ。うちね、ちょっとね。そうそう、デルちゃんと見たんね。あれね、ちょっとあの、ジェットジャガーがね、ジェットジャガーが可愛いよね。精霊の光の器。無限、無敵状態、無限状。三国さん、この技はいわゆる無敵状態によるアタック。なんかね、でもね、なかなかね、動きを作るのが難しそうよ。ねえ。シンギュラポイントね、どんなストーリーなんじゃろうね。
てない人ねおるかもしれんから、あんまりストーリーのネタバレはできんけどね、怪獣もねロボットも出るけんね、面白いよねあれ。おっとよいしょ、こうかね、イクニさん、あのレトロフューチャー感が好きねー。弾に追いつくのが難しいね。おっと。お、よいしょ。あれ？なんかあると思ったんじゃけどね。ほい。ほい。あ、全然ない。こういうこと？あん。今ね、あの SK8 とね呪術廻戦がね終わってしまったけん、終わる？呪術廻戦はね終わってしまったよね。で SK8 もねもう終わったんじゃっけ？見るもんなくなってしまうんかなって思ったけど、またね見れそうなもの増えてよかったっちゃ。ん？ミクニさん、二段ジャンプかつ攻撃を無効にする技とは、これは上手くなれば滞りなくいけそうですな。ねえ、いけそうね。これめちゃめちゃ応用してくるやつよね、多分。上手い人はめっちゃ上手く使えるやつじゃよね、これ。上手く使えるようになりたいね。こんな技思いつくのすごいね。静かになったよ。なんか出るよ。出るよ出るよ。おお。雨じゃなかった。会えるじゃん。わしの沼地に精霊だと。ケソのモーケビーラとダーワ。力
間が経ってしまった。やっぱクオルクさんなんじゃ。マティトゥクワール、オリちゃんちっちゃいよね。いくつぐらいなんじゃろうね。ミクニさん、敵の攻撃が当たりそうな時の緊急回避に使えそう。おお、そうじゃね。ちょっとやってみたいね。クーちゃん。She's more like one.早く帰りたいよね。寒いしね。昔はフクロウがいっぱい住んじゃったね。ミクニさん、これ何語かね。このゲームの、そうね、なんかオリジナルの言語なんかね。西にある水源地に水車小屋。なんか不思議ね、すごいよね。なんかこう神秘的だけど文明的よね。クオルクのおじいちゃん背中はめっちゃおしゃれよね。何語じゃろ、オリ語？ゼルダのナビちゃんみたいじゃね。光の声がこの危険な地を行くお前さんを導いてくれますように。ナビちゃんじゃ。この自然な感動のただ縁で殺してたから。ええ、ディワサウンタワ。水の流れ方。めっちゃ反対側じゃん。じゃあ反対側じゃね。おいおい。クオルクを見つけたよ。新しいクエスト、水車小屋を再開させる。ソムニマのフォー、大きな歯車は動いてない。ドムフィール、水車を止めとるもの。なんかね、流木かね。このまま先に行ってしまって行けたら一番いいんじゃけどね。あ、止められた。ここの水は黒い、釣りができない、泳げない。水もじっとしちょる。あー、ダメな色じゃね。タイミングが難しいね。ほい。じゃあクオルクおじいちゃんの言う通りね、水車小屋まで行こうね。探して行ってみんとね。あれ欲しい。取れんの？とりあえずね、ゲートが開通しちょったけんね、そっち行ってみようね。痛い。なかなか。やられてしもうた。
しまうかな。敵の攻撃がね、あ、前の配信で苦戦したやつじゃ。敵が強いっちゃ。これはあれじゃね、妖精さんに助けてもらおう。これこれ、へい、うん、一応ね、500円ぐらい溜まっちょるけんね、なんかスキルと交換できそうね。なんかおどろおどろしいね。ちょっと怖いね。なんかこう、ピッ、えっぺん、新しい精霊のかけら分裂、すごいね。ちょっとね、配信する前の裏でね、さっきね、大きい虫と戦ってる時に話したんだけど、なんか弓矢を強化するアイテムとね、あと、この前最初に戦ったハウルっていう大きな狼おったじゃん。あれのサブクエストがあってね、その牙を取ってくるっていうのをね、ちょっと打ち済ませてきたよ。やったらね、お金もらえたよ。まずはこいつじゃね。おお、ちょっと待って。押し切り、こうじゃね。敵の攻撃にひるむ暇がないね。こうじゃ。取ったよ、取ったよ。なんかあるかね。ひとまずここは大丈夫？じゃあ、あれかね。戻ろうかね。この子強いね。あんまりちょっとね、近くにもおれんし。ほい。ほい。なかなかね、やりごたえのあるゲームよね。えい、敵の攻撃を利用して進むゲームって珍しいよね。えい、開けてくれるんじゃ、ありがとう。こっち、モキがおる。君はモキじゃない、僕にはわかるよ。耳がヘナヘナだもん。このチッタって僕が見つけたんだよ。地図制作者のルポ、あの虫ちゃんみたいな人かね。たくさん持ってるから放浪者に渡すつもりなんだ。湧き水の森の空き地にいるのを見たよ。どこかいね、湧き水の森。手から手へ。
またあの壁じゃ。これね、タイミングが難しいよね。えっ、あー痛い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 。うちこんなとこ掴みとうない。よし、えっ、これはちょっと難しいね。お、いけた。キャプテンアメリカみたいなね、反射計算求められるね、これ。えい、うん、ね、あジャンプ、こっち落ちる、えい、ついた、できた、できた、できた。カメラさん寄って。はい。こっちじゃ。やられてしもうた。体力全然見えちょらんかった。なんかあのね、紫のあのゲロゲロ吐く敵ね、ラチェット&クランクの敵キャラみたいね。あ、みんなね、PS4 を持ってる人さ、お、およ、俺の壁を倒したのは誰だ。また綺麗なところ出たね。こっちに来い。もっとよく姿を見せろ。なんかまたちょっと怖そうな人じゃねえ。あ、ここじゃ。ここの人に地図は差し合いんじゃね。私の我が家ね。あ、 PS4 ね。なんかあの今無料でなんかさ、ダウンロードできるゲームいっぱい出ちょらん？この前ね、友達からね、お電話があってね、海を潜るね、なんていうゲームじゃったっけね。ゲームがすごい面白いよって言って、おすすめしてもらいたいんよ。ちょっとオファーに話しかけようね。森の空き地までたどり着いたんだな、精霊。水源地の方にはまだ足を伸ばしてないんだろう。古い書庫の噂に興味をかきたてられる図書館があるんじゃ。すごいね、本もあるね。ヒルを磨き、あるある、めっちゃあるよ。足りる？足りんねえ。ちょうだい、これめっちゃ便利じゃん。おう、なかた。おうはらほう。そうな、まこはまず。入り口は最も注意深いもの以外には閉ざされていると聞く。こう祈る。なんか登れそうじゃねえ、ここ。
動ける範囲がすごい広なったけんね。ピチュ、ほら見て、こんなところも行けるよ。ひとまずね、先に。よいしょ。トックさん、この場所は巣をかけるにはそんなに悪くない。森の空き地をもっと良くしようと、手始めに水をきれいにすべき。あれ、この人に地図渡すんじゃないんじゃ。あー、これね、水が確かにね、ちょっとね、汚いね。なんか暑いよ、すごい。料理作るところかね。ひとまずさっきの声かけてくれた人のところにね、行ってみようね。グロムさん、噂が本当だなんて思わないようにしてたんだが、お前はここにいる。ニウェンに再び精霊が現れた。ポリちゃんってやっぱりさ、珍しい存在なんじゃね。そこの壁を手早く片付けたもんじゃな。俺の建物の腕前は昔ほどじゃないってことか。なんかいろいろ作ってくれるんかね。鉱石なしじゃ期待を裏切ることになっちまう。三国さん、今気がついたが、このゲーム聖剣伝説レジェンドバマナみたい。そうね、聖剣伝説みたいよね。不思議よね、このファンタジーみたいだけど、文明的というか、科学がね、なんか同居してそうな感じ。ゴーレック鉱石があれば、魔法が科学みたいな世界観っていうかね。精霊の泉の修理、お願いします。真のゴーレックを名乗れるよ。うまく汚れから逃げられたわけじゃない。じゃあ悪いゴーレクさんもおるってこと？あ、オリちゃんも手伝っちょる。偉いね。俺たちの故郷が砂に飲み込まれる前、ゴーレク鉱石に可能性を見てた。なんか他にできることなさそうじゃね。石ないね。トゲトゲしい場所。こういうの取り払って、ここをきれいにして、みんなが住めるような場所にしてくれるんじゃね。じゃあ石いっぱい集めんといけんね。森の空き地の再建。デブ、今10時半か。もうちょっとやりたいね。モキちゃん、こういう森の空き地を探してはるばる来たんだ。ここはモキの楽園だよ。家族も気に入ると思う。ただ住む家がないんだ。グロムなら建て方知ってる。あ、ごめんね、来ちゃった。いい、おお、うちも有名人になっちょるね。結構ね、持っちょるからね、なんかスキル交換できんかね。あ、さっき使ったんじゃった。何がある？結構まだいっぱいあるね。あ、三段ジャンプ欲しいけど2200円もするっちゃ。貯めてこうね。ウィッシュ。これはジャンプに使える感じじゃないね。ちょっとみんなに声かけてこっか。こんにちは。でもここの光は眩しすぎる。薄暗い沼地とは違ってね、ちょっと今までのステージとはちょっとね、明るさ違うね。
帽子、結構やっぱりみんなコマンチョってサブクエストみたいなのがあるみたいね。持っていい？信じがたい、本物の精霊と話してるなんて。この2面で近くで見るとでもとても明るい。なになに？あ、いろいろ見れるんじゃね。見て見て、うちがやられた回数とか載っちょるよ。よいしょ。ここはもうステージみたいじゃね。どうしようかね。じゃあ進められるところじゃけど、先に進んでみるしかなさそうじゃね。よし、行ってみよう。何が待っちょるんかね。ほうほう、あらの、行き過ぎた。国さん、最初に見たときはいやらしい森だったが、ちゃんと生命のある森だったんだね。ねえ、みんなが生活しとんね、やっぱり。ウキもね、モキさんもね、やっぱり暗いところが落ち着くじゃないけど、やっぱああいうところがね、ああいうところでね、あの穏やかに暮らしとる人たちもおるんね。行き過ぎてしまうね。どうしたらいいじゃろう。こう、あん、こうじゃ。パックンフラワーじゃ。いや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 、うん、新しい敵が出てきたね。やって大丈夫じゃったんじゃろうか。へい、へい、こう、どんどん行ってしまうね。あとね、このLボタンをね、押しっぱの方が良さそうじゃね。うん、おお、狙い撃ちしてくるね。ゴーレグ鉱石やったね。やってないね。うん、痛い。三国さん、やはりただの水ではないな。ねえ、やっぱりね、汚いからダメージ受けてしまうみたいじゃね。水源地、パワー、ルマ。敵のラッシュが激しいね。こっち
ちはなんか山高い山じゃねえ。進めるところまで行ってみよっか。なんか嫌な感じやね。寝ちょるよ。ね、これはね、どうしたらいいじゃろうね。攻撃できんけね、多分悪い人じゃないと思うんだけど。ね、三国さん、なんだ、なんだじゃよね、これ。クマじゃ、クマ。なんかイベントクリアしたら目が覚めてくれるんかね。お？おや、こんにちは。寒いところへ行くの。僕はそこへ春望ベリーを釣りに行く、釣りに行くんだよ。草の束で鼻をくすぐって起こそうとしたんだけど、うまくいかなかった。やっぱ何かアイテムがいるんじゃね。雪のステージもあるんね。楽しそうね。じゃあこっち行ってみよっか。あー、うちここ苦手。へい。なに？なんか音が変わったよ。この場所も覚えている。ルナの水が流れ込んで、滅びの前、精霊ちゃんの声めっちゃ綺麗じゃね。おー、すごいすごいけどやばそうじゃねえ。これちょっと大丈夫かね。うち行けるかな。今日の配信で水はきれいにしたいね。これはランタンじゃないの？違うね。うん、オファーに話聞いてみよう。古い書庫を見つけることにしたんじゃ。三国さん、ねえ、あれがついちゃうかな。でか、でっかいよね。後ろにおったよね、めっちゃ。崇高な探求だ。この扉、わしら二人にとって旅の終わりを意味することになるかもしれん。全く動かん。お母さんのね、手伝いしてあげたいね。とりあえず進んでみて。どういう仕組みでこの、電車が動いてるか。調べてみた方がいいかもね。ダメじゃね、壁沿い行けんね。やっぱ生えちょるね、トゲトゲが。国さん、滅びと言っていたから、あの森にはかつて文明みたいなね、なんか昔はこの森みたいな妖精ちゃんたちと仲良く暮らしちょったみたいな感じがするよね。こう、なんかある？ないよね。ふう、しかも落ちてしもうた。ねえ。
もろびってなんじゃろう。ルーパラッサッナギャッガラコマオラマ。扉を開ける方法、あ、なんか下を降りれそうじゃない？降りれんね。三国さん、だんだんとこの謎も解き明かされていくのかな。ねえ、どうなんじゃろうね。どうしたもんかね。これがあってこんなに跳ねる敵がおるっちゅうことは、何かここから行く方法あるっちゅうことよね。かな？今見えたね、ちょっと上がね。高さ足りんね。ちょっとね、あ、下降りれるね。行ってみよっか。空飛ぶ敵じゃん。これはあれじゃね、ボーナスダメージ与えるウィングクリップじゃね。下に落ちてしまった。あ、ラッキー。運が良かったね。運が良かったけどどうにもならんね。おっと、このね、世界観の謎もね、気になるよね。えっ、あっ、動き出した。扉が開いた。え、待って、うちも行きたい。あ、そんな難しいこと要求してくる？間抜けろってこと？よね？こういうことじゃろ？こういうことじゃろうけど、お、うちはこれどうしたらええの？難しいよ。こっちから行って。ありかね。
こうじゃけれども、あー、おー、なんかいけたよ。ゆりちゃんまぐれまぐれだよってね。みくにさん、あれよく見たら妖精がいる丸いのは歯車？え、ねるちゃん、ねえ、酔っちゃう？あ、あれ見えたんじゃ。こんばんは。見てきてくれて嬉しい。いらっしゃいませ。いつもね、あれ見えさんの配信見ちょるよ。緊張してしまうね。恥ずかしいね。お父さんお母さん探しに行くんじゃね。ねえ、ファイナルファイトの配信めっちゃ楽しかったよ。そうね、探しに行かんといけんよね。そうなんよ、ハレミヤさんも一作目やっちょるんよね。後で知ったんじゃけどね、うちもね、これ二作目じゃと思わんかったんじゃけどね。次これクリアしたらね、一作目もやりたいね。中に入る？今日はね、この二面の森のね、水をきれいにするところまでね、配信しようと思っております。あれじゃね？なんか分かってきたね、ここのステージのギミックが。分かってきたけど、あー、早いよ、ちょっと待って。え？ B を当てて回転さ、あ、なるほど、なるほど。ふん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 。こうじゃね？難しいね。すごいよね。最初はね、戸惑ってしまうんじゃけどね、慣れるとね、なんとなくこう噛みやすいっていうか。ねるちゃん目が回ってしまうね。すごいぐるんぐる回るよ。あー、粘着できんのかね。頑張って登りたいところじゃけど。いけたけど、ここはそっか、苔が生えちょらんからダメなんじゃね。何かもう一味いるね。切ってみようね。あ、ね、ここも音楽綺麗ね。あ、よいしょ。えい。あ、ゴーレク鉱石じゃ。あの石取りたいね。えい。えい。よし、動き出したよ。よし。なになに？あ、悪いって言ってたやつじゃん。戦うしかないよね。
めんね。なになに？なに？紫ビームが出ちょるよ。なんか開ける仕掛けがあるみたいね。にしてもすごい大きいところよね、ここ。誰が作ったんじゃろう。精霊さんなんかね。これはこうかね。えい、よし。よいしょ。このうねうね動いちょるのなんじゃろうね。生きちょるよね。お金じゃ。赤いキノコが生えちょる。勇気を持って飛び込むしかないね。欲しいね。これ難しい？難しいよね、やっぱり。でもなんとか行きたいね。ぬ、届いた。なんたるデストラップね。ちょっと本気出しすぎよね。絵本みたいな世界観じゃねってね。最初のね、1回目の配信の時はワクワクしちょったけど、今すごいハラハラしちょるよ。下に落ちた方がいいかね。なんかある？ここどこ？あ、レバーがある。ひとまずね、行けるところまで行ってみようね。新しい能力じゃん。何ができるようになるん？ここの声めっちゃ綺麗よね。グラップル、新しい能力を獲得しました。フックや苔の近くで L を押すと、何？おお。ここまでは分かったよ。でも丸をフックに向けて。いけた。これは一瞬だけじゃね。おー、すごい。またおりちゃんが強くなったね。あ、怖
ことなんじゃね。すごいね。すぐに新しいところ行けるようになったね。メルちゃんモンハンじゃ、モンハンじゃねえこれ。大きいモンスターとも戦うし、ねえ、ワイヤーでいっぱい移動もできるし。トックさんじゃ。この水源地はぶらつくのに適してない。こういう水車のせいでうちも外もひっくり返されちまう。そもそも最後にここを通った時にあのコンパスをなくしたり探し物しとるんじゃね。三国さん、あ、ムイさん、ところどころ青い物体ありますよね。あれにくっつけることがね、できるね。これでいっぱい行けるところ増えたんじゃない。トゲトゲしちょるね。ロックマンだったらうち進めんよこれ。なくしたコンパス探し物ね、見つけてあげたいね。ひとまずこれは動かんとダメじゃね。おう、違うね。足りるかね。お、すごいね、いろいろできることが多くて忙しいよこれ。ね、グラップルもあるけどこのスマッシュ打撃もね、忘れんようにせんといけんね。2個目じゃん。あー、ダメじゃね。ね、行けるところが増えすぎて目が回りそうじゃん。あ、回復ポイントじゃん。グラップル便利、グラップル便利ね、すごい。あ、これ最初のところに戻ってきたね。最初のところに戻ってきたけど、できることが増えたけん景色が違って見えるね。1作目もね、こんな感じでね、いっぱいやれることできとるんかね。あー、ちょっと難しそうじゃね、これ。中に入れるんじゃない？おー、ここに繋がっちょるんじゃね。すごいゲームじゃね。何でもできるよ。ちょっと待ってね、敵やっつけるけんね。
よいしょ。あ、ここなんじゃん。アルミヤさん、一作目もアトラクション&ギミック豊富で楽しいよ。あ、やってみたいな、一作目ね。すごいこのゲーム、やりこたえがあって楽しいね。結構ね、グラップルで行けるところ増えたけど、こっちで行く道あっとるんかね。あるね、アイテムが。ここは壊れていけんね。あ、ここじゃ。落ちてしまったね。中にもちょっと入ってみようかね。もしかしたらこっちでもね、できること増えちょるかもしれんね。できちょるところ増えちょるね。せんといけんね。うん、いいね。下に降りてみようか。あ、船もね、こんなすごいアトラクションいっぱいあるんじゃろうね。おお、ロックマンのビームみたいじゃん。えっ、ゲオリを攻撃した敵にダメージを与えます。えっ、すごい便利じゃん。つけてみよう。これじゃね。今は磁力と粘着と回復力とトゲね。道あるかね。ないね。いけ、ギリギリまで寄せた方が良さそうじゃね。えい、えい、えい、違う違う、あー、ボタン間違えてしまった。緊張するね、これ。えい、ここよね、ここここ。三国さん、ビームが本格的にやりに来てるね。ねえ。うん。登れるん、これ。
これはこうじゃん。いけた。うちね、グラップル掴もうと思って真上に行こうとしちゃったんだけどね。やっぱりね、すぐにつけるところに行った方が良さそうじゃったね、あれは。ちょっとじゃあこっち行ってみよっか。あ、どうしたろう、これいけれんかなあ。あー、いけた。動き出したよ。動き出したけどまた怖い足場じゃったね、今の。飛び越えたいんだけど、あお、どうしようね。歩いてきちょるね。痛いね。グラップルを使い分けんといけんね。えい、えい、こっからじゃね。えい、うん、なんかあるね、レバーが。レバーがあるけど、何かもう一味足りんね。マップ見てみようかね。上にあるんじゃねえ。まだ下におるよ。さて、どうしたもんかね。まずはこう行って、あーでもここは歯車を動かすためにやったギミックよね。えい、あ、あ、ペポさんじゃ。水源地の水車越えようこそ。
Radush. Onomika. One. でも眠り込んだ泡吹きナメクジみたいに。地図買う。この人すごいね、いっぱい地図買いちょって。あ、見えてきた。別フロアなんかね。あ、扉があるもんね。どこかにもう少し入り口あるね。こっちまだ奥広いね。広いね。予想以上に広大じゃよ。ここはグラップル見つけたところじゃもんね。じゃあ一旦ここ出ようね。でも地図が見つけられたけん収穫はあったね。で、トックさん、多分ここが一番ね、新しいところよね。何か。ここも何かね、ないかね。開通したけんね、上に行けるっていう感じだろうね。ということはじゃよ、やっぱりこのとんでもなくやばいところがうちが次に進まにゃいけんところじゃね。これはね、お仲間が欲しいね。虫さんの力がいるね。あ、バッテリーが少なくなってます。あれじゃね、ちょっとバッテリーのことがあるけん。あ、三国さん、意外といけそうでいけない場所があるね。ねえ、難しいね、これ。いけるところ把握せんといけんね。春宮さん、ゲームと関係ないお話なのですが、喋り方めっちゃかわいい。かわいい。嬉しいです。
ありがとね。照れてしまうよ。ハルミヤさんもめっちゃ可愛いけん。みんなもね、ハルミヤさんの配信見てね。今もね、パネルでポンでね、ノーコンテに目指しとるんよ。すごいね、ゲームつよつよのね、あの、ライバーさんじゃけね、みんな見てね。うちもね、ちょっとね、コントローラーがもうね、お腹ペコペコみたいじゃけんね、ちょっと30分ぐらいでね、配信終わろうかなって思います。ちょっとそれまでね、オリちゃんでちょっと行けるところまで行ってみるね。びっくりしたね、今ちょっと。ごめんね。できればね、お水きれいにするところまで行きたかったんだけどね。ハルミヤさん、一人称うちかわいい。ありがとね。あー、照れてしまうね、すごい。ハイバーさんに褒められると。あと、じゃあどうしようかね。もう一回と、うち今めっちゃパニックっちょるよ。バッテリーやばいよね。もうちょっとだけ頑張ってくれ、コントローラーくん。ね、どこまで行ったらいいんじゃろうね。うまずはね、体力回復するじゃろう。わかったよ。弓矢じゃ。えい。あ。そしてこれじゃ。戻ってきた。ここじゃないんじゃ。入れた。うん、めっちゃやり、まだ続きやりたいのにね。君は探検が怪物だよ。そうなるんだ、いつかはね。あ、もしかしてこの人じゃ放浪者。違う、キューブッシュに道具、食料、カバン。また出た。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。それはちょっと怖いっちゃ、怖いっちゃ。わー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 。ちょっと待って。すごいね、びっくりするね、今の。みんな見た？ビームビビビビって出ちょるよ。あー、助けてー。
危なかった。ん？何？あ、新しい敵じゃ。あ、ボス部屋かね、タコ部屋。でもね、こうやって登れるからうちた勝てるよ。うちね、ボタンをポチポチするのは得意なんよ。クニさん、だからビームやりにきすぎ。ねえ、ほんとよね。もう、今すごいハラハラしたよ。よーし。お、この古い水車小屋がこんな迷路だったとは、うちもびっくりしたよ、もう。ぐずぐずしてる暇はない。まだ先長い？もうこれ、8割ぐらいいっとらん？わしには手に入れたい知識があり、お前には動かさなくちゃならない水車がある。上まだいる？動いたのはいいけど、これビーム大丈夫かね。ここがね、なんか図書館みたいに本棚になっちょるね。ん？うん、じゃあね、ちょっとすごく名残惜しいんだけどね、続き早く進めたいんだけど、コントローラーがね、ちょっとピンチじゃけんね、ちょっとね、キリもいいのでここで配信終わろうかなって思います。みんな見に来てくれてありがとね。ね、今日ね、コメントしてくれた人読み上げるね。ね、ふかふかめしさん、遊びに来てくれてありがとね。みくにさんもいつも見に来てくれてありがとね。ねるちゃんもね、いっぱい声かけてくれてありがとね。また後でちょっと話そう。ね、って。まれみやさん、遊びに来てくれてありがとね。めっちゃ嬉しかったです。すごい。憧れのゲーム実況者さんがね、見に来てくれてすごい。めっちゃドキドキしちゃいました。ありがとう。ね、あ、アレミさん、お疲れ様でした。ありがとうね。すごい。ね、うちもね、ハレミヤさんみたいにね、素敵な実況できるように頑張るっちゃ。じゃあね、みんなまたね、次遊ぶときはね、またツイッターで告知すると思うけんね。また遊びに来てね。ね、早くクーちゃん助けに行かんとね。当面の目標は水車小屋の水をきれいにするっていうことで。うん。じゃあ、配信終わります。みんなバイバイ、またねー。